ポジションはミッドフィールダー。現在はジョージアサッカー連盟事務局長。父親のダビド・ムジリシニアは1970、80年代ソ連リーグの FC ディナモ・トビリシ黄金期のメンバーで DF として活躍した。1995年にジョージアの FC ディナモ・トビリシにおいて17歳でプロデビュー。1997、98シーズンの リーグ優勝に貢献。1998年に初めてジョージア代表に選出、年代別代表ではキャプテンを務めた。母カ,カラーゼは同い年であり、当時の代表及びディナモのチームメイトであった。1999年、ディナモは混迷を極め自身も出場機会が得られなくなった。五輪代表でキャプテンを務めていたムジリはナーバスになり、 出場機会を求めて FC ロコモティフとビリシ、モルドバの FC シェリフティラスポリへ移籍する。2001シーズンにはモルドバリーグ優勝に貢献、自身も得点王を獲得した。2001年から在籍したオーストリアの SK シュトゥルムグラーツでは、イビチャオシムやミハイロペトロビッチらの下で主力として活躍し、ジョージア代表にも定着。 2006年からロシアのクリリア・ソベトフ・サマーラでプレーする。2007年はクリリア・ソベトフでチームキャプテンを務めた。2008年1月30日に FC ロコモティフ、モスクワが3年契約での移籍を発表。この際ロコモティフが契約入れによる移籍金ゼロでの移籍を狙ったが、クリリア・ソベトフとは1月末契約で事前通告がなかったことから、 選手登録をめぐってトラブルが発生した。2009年末、稼働率の悪い無尻に対しロコモティフ側は一方的に解雇。これに起こった無尻はロコモティフを訴えた。2010年に古巣のディナモトビリシに復帰したがシーズン途中に半年で退団。フリーになっていたところをグラーツ時代の恩師、ペトロビッチが率いるサンフレッチ広島からの誘いを受け来日。 キャンプでのトライアルを経て2011年シーズン開幕直前の2月に1年間の正式契約を結んだ。ジョージア国籍の選手としては初のジェリーガーとなる。運動量こそ少なかったがエリア内で抜群のテクニックを発揮し得点を挙げた。常にサポーターへの感謝を口にする人柄も含め短期間の在籍ながらも愛される存在であった。同年末、 広島の経営難を理由に構想外となった。2012年、ジョージアリーグで首位を走る FC、ゼスタポニに完全移籍し、同年度のリーグ優勝に貢献した。翌2012から13シーズンも在籍していたが、シーズン途中に UEFA チャンピオンズリーグ2012から13。 での早期敗退やリーグ戦での不調により監督が次々と変わる中で2012年9月からザザ・ザムタラジとの二等体制の形で監督に就任したものの同年12月に解任されたその後はサッカー解説者などを経て FC サムトレディアのスポーツディレクターに就任2015年10月にレバン・コビアシビリのジョージアサッカー連盟会長就任を受けて その事務局長に就任した、チームタイトル個人タイトル、ありがとうございます。